それでお出迎え。大ちゃんと宮城、ちょっと比嘉さんのピッチングについて一言いただいてもいいですか。厳しい場面での登板ゼロで帰ってきましたけど、どうでした見てて。さすがって感じです。いやもう今まで見た中で一番速かったかもしれないです、球。41? 今まで見た中で一番球が速く見えました。いつも通りでした。いつも通り。どんな先輩でした、比嘉さん。いやマジで怒ることがない。優しい。何言っても、なんていうか、何聞いても受け入れてくれるし、合ってる合ってるとか、それでいいと思うみたいな、常に言ってくれるような人でした。そっと背中を押してくれるような人でした。そうですね。宮城はどんな先輩でした。いや、もう入ってきた時から、困ったら、俺に言ってこいみたいな感じで、頼りになりましたし、すごい助かったっていう。まあ、僕の次に投げることも何回かありましたし、決心してくれましたし、まあ、生活面というか、そういう面でも助けられたのかなと思います。対談されますけど、現役引退されますけど、付き合いはこれからも続いていくと思うので、はい、またいろんな話をしていってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。すごく嬉しく思いました。それは嫌だなと思いながら、はい、ね、あの連絡来てて、山から行くぞっていう話だったので、はい、嫌だなと思いながらね、はい、なんとかアウト取れたらいいなと思いながら投げてましたけどね。まあ、あの多少不安もあったんですけど、ある程度自分の球が投げれてたので、そこは良かったかなと思ってますけどね。まあ、もちろんあの状況次第でって形でって感じですね。で、7回もありそうだったですし、こうなったらこうだって感じ で8回の山川でって感じで、はい、1回作ってもう1回作ってって感じで、はい、ありがたいって言うんですかね、はい、後輩が見て、後輩が見てですか、まあ、アウト取れた姿を見せれたんで良かったと思います。そうですね、めったにないんで、はい、まあ覚えてないですね、集中しててっていうか緊張してたんで、はい、いやでもそんなこともなくて、実際ブルペンではちょっと膝が痛くて、でもマウンド上がったら痛みが消えてって感じなんですけど、またきっと明日も痛くなると思うんで、いつもそんな感じなんで、ね、そう言ってくださるのはありがたいですけど、まあ、毎日投げないとプロ野球はダメなんで、それに関してはちょっと厳しいかなと思ってます。今日に関しても明日いいやって感じなんで、まあ、今持ってる全力を投げたって感じですかね。まあまあいろんなこともありますけど、まあ、怪我もありますし、うん、そうですね、まあ、来年43でこの足でとかありますし、まあ、チームを見てもすごい若返ってますし、で今年の成績は全く僕出せなかったというので、それは1年勝負なんで、
まあ、そこはいろいろ話を決めたって感じです。まあ、27歳ですかね。でドラフトされて28が新人の年で、太く短くみたいな、外立つみたいな野球人生を描く夢で描いてたんですけど、そこがなんかやったかなみたいな野球人生ですね。そうですね、いろんな指導者の方とか監督は本人ですかね、使っていただいて、で先輩同年代も後輩も本当みんないい人ばっかりで、本当やりやすい環境でやらせてもらって。質問何でしたっけ。オリックスで戦った15年間。ああ、そうですね、15年だから、もうそうですね、人にはすごい恵まれたかなと思ってます。僕自身は本当怪我が多かったり、うまくいかないことも多かったですけど、本当いい人多くて、そういう状況が良かったですね。本当に恵まれた状況だったかなと思ってます。まあ9月入ってからですけど、それはもう年齢が年齢なんで、1年勝負なんで、4月に怪我して、でどうにか7月にファームで投げれるようになって、そこからもうちょっと上がっていければ後半どうにかチームのためにってプランを立ててやってて、でそこがあんまりうまく状態が上がらずというか良くなかったんで、まあ、そこら辺からやっぱ7月後半8月ぐらいちょっと考えながら、でも今できることをって思いながらやってて、くださいってって感じですね、決めた。いや、今のところはもう、なんていうんですかね、もう自分のことで、自分のそのプレーすることに一生懸命やってきたんで、でこうやって今日投げて、一旦ゆっくり休んでっていうか、落ち着いて、そこからもう一回考えたいなと思います。先のことは、ちょっと分かんないですけど、そうですね、本当にいいピッチャー多くて、怪我しないでって感じですね。怪我せずに技術で悩みる状態を毎日、あるのが第一かなと。あとはチャンスをくれるチームだと思っているので、なんかそこのパッと一軍上がった時とかに結果を残すとか、一軍の選手はずっとコンスタントに結果を残せるように、体と技術を向き合いながら頑張ってほしいと思いますけど、ね、本当ありがとうございましたと。ちっちゃい頃から始めて30年以上ですかね、通ったら伝えました。で、まあ、家族にも伝えました。今年試合見るよって言って結構朝してましたね、息子は。なんかかなと思ったけど、全然そうなんだみたいなです。はい、ありがとうって伝えました。今日もご家族は来てます。はい、そうですね、めちゃくちゃいいピッチャーなんで、沖縄もそうですけど、バファローズ代表するというか、言ったら日本代表を代表するようなピッチャーになれると思うので、もっともっと大きくなってほしいと思ってますね。そんなの未練とかもなくて、結構スッキリな方が大きいですね。優勝させてもらったっていうのもありますし、心残りは沖縄で投げたかったぐらいですかね。5月にあれぐらい、それがスッキリって感じですね。よろしいでしょうか。はい、すいません、ありがとうございました。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 すいません、声ちっちゃくて。だんだん近寄ってきますか。ありがとうございました。ありがとうございました。15年間応援ありがとうございました。いつも応援ありがとうございます。本当にマウンドに上がった時には、すごいパワーをもらいました。本当嬉しかったです。引き続きオリックスバファローズの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。